速稼塾の久保です。持続化給付金ね、たくさんの方に受け取っていただいたんですけども、今日もね、こんなご質問が来ております。これはちょっとね、フラチな質問ですよ。皆さんこうはならないようにしてくださいね。まず読み上げますね。自営業をしているということでございます。屋号がありまして、古物商をしていると。で、10年ほど前から休業状態で、私自身は会社勤めをしているんだという方の相談ですね。で、せっかく屋号が残っているので、今話題になっている持続化給付金を受給したいと考えているそうですね。まあ、この辺でちょっと動機がね、どうかなって思いますよね。去年売り上げがなかったってことを自覚してるわけですよね。で、相談事なんですけども、ここ10年多少の売買はあったんですけども、確定申告はしていませんということですね。まあ、確定申告がしてないぐらいだったら修正申告もできるんですけども、何が聞きたいのかっていうことなんですよね。これこういうふうに申し上げて、申し付けていますね。申告しておりませんので、昨年以前との売上比較ができない状態です。そこで遡っての申告は可能でしょうか。ぜひ持続化給付金をもらいたいです。よろしくお願いしますということなんですけども、遡っての修正申告っていうのはないことはないです。あります、できます。ただちょっとね、私の回答をちょっと見てもらいたいんですけども、前年度に関しましてはね、確定申告書の事業所得が元となり、12で割った数字が各月の売上として、今年のものと比較できるようにはなっているわけなんですよね。で、さらに個人事業主の場合でしたら、今年度の売上は、Excel や手書きで OK ということなんで、即席の自己申告の売上帳はできます。よろしいですかね。で、遡っての申告は可能でしょうかってことですけども、まあ、可能ですよ。これは何度も申し上げてますけども、無数にこういう人はいます。で、税務署に確定申告書を持参するか、もしくは税務署で e-tax パスワードだけ受け取れば、自宅のパソコンで申告をすることもできます。これは昨年のでも、一昨年のでも、その前のでも申告はできます。で、最後なんですけどもね、ぜひ持続化給付金を受給したいということなんですけども、給付金を受け取れるかどうかっていうのは、申請手順にミスがなければ大丈夫です。書類ができれば、2つのね、書類ができれば、これはね、執行されます。ただですね、ありえもしないような去年の売り上げを作るということになると、これも詐欺になりますんで、立件されて逮捕されることもありますんで、その辺はもうね、やられる方が自覚してると思いますんで、去年何らかの商売の売り上げが今年になってなくなったってことでしたら OK なんですよ。新型コロナウイルス等ですからね。だから、コロナウイルスとは全く関係がなくても、それは大丈夫なんですよ。でも、去年、売り上げのないものをあったかのように見せかけるのは、これは詐欺になりますからね。やらないでください。それでは、以上です。